ワオ様。今回のワオサマーで僕はヘラブナ釣りをするために茨城県にいる釣り師のもとへ向かいました。ヘラブナ釣りは初めてなのでとてもワクワクしています。一体どうなるのでしょうか。はい、それでは茨城のヘラ師ジェシー池下さんにお越しいただきましょう。ヘラ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 、おはよう。おはようございます。池下さん、ジェシーでいいよ。ジェシーさん、うんうんうん、今日はどうぞよろしくお願いします。分かってんの。はい、バスはよくやるんですけど。ファッションフィッシングね。ファッションフィッシング、まあ本物釣り教えてあげるよ。バサーね、いるじゃない。はい、ヘサーね。ヘサー、ヘサー、うん、まあ俺ぐらい卓越されると業界ではバキュームヘラシって言われてるね。それではヘラブナ釣りの釣る前の姿勢みたいなものをちょっと教えてもらってもいいでしょうか。あ、なるほどね、はい。まあ、とにかくやっぱり静寂だよね。バースフィッシングみたいにナイスオンとかそういうんじゃないから。フィッシュって絶対絶対ダメ。なぜダメ。今日やりましょうよね、せっかくだから。僕も、ええ、あ、よろしくお願いします。それではレッツヨン。ゴーやないかい。それちょっと僕もね予習してきたんだ。見てていい、ちょっと、はい、はいはい。レッツゴーリキャヤメランチパーク。それじゃあ行きましょう。木枯らし一号吹いた頃、いよいよこれからジェシーさんのヘラブナ釣りが始まります。よっこい秀一小次、軟弱で行こうかしら。青は発尺清め。はい、黙々と釣りの準備が続きます。僕が針はバーブレスですかと聞くと、ああなるほど、スレ針ってことね。バーブレスとか良くないね。ヘラシにバーブレスとか言っても俺と同じ反応すると思う。浮きもたくさんの種類があります。くちゅ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 。今日多分ね魚はいっぱいいるんですよ。で活性も高いと思われるんで、でかい浮きで重い重りと重い餌でそこまで素早く落とす、これがまあ作戦の一つ。そして重りの調整をミリ単位でしていきます。悪くないね。1,2,3,4,5。 今度は深さを測ります。多分ね 1.5 メーターぐらいしかないんですよ、ここ。ほらもういきなりいい感じ。こっちの方が浅い。今度手前、ああ手前は深い。でまた最後、まあ大体ですね。これで棚取り OK。 針が2本あるんですよ。5センチぐらい差があるんです。上の針がそこについてて、で下の針はそこに寝てるっていう状態。これでまず初めて高さを微調整して。じゃあ次餌。これがすげえ大事です。今回はこの団子の底釣り夏。これは粘り気出す。ヘラスイミ。これは重さがあるんで底釣りに適してる。パラゲマッハ。床にこうついてからほわーっとこう膨らませる。これをブレンドします。ヘラブナは団子って言いますこれ。で今日針2本でどっちもこの団子餌っていうのを使うんで、今日は両団子の底釣りっていうヘラブナ釣りの基本の釣り。練った団子がどのくらいで崩れていくか確認します。そして微調整。ここまでの作業が釣りの8割ぐらいを決める。すげえ大事。ここ焦っちゃダメ。こっからじゃあ実際に餌を打っていきます。すぐに釣れる釣りじゃないんでね、まずはこの餌をどんどん打って魚を集めるっていうリズムよく同じ場所にね、とにかく魚を集める。まあ焦らないことです。魚に餌食わせながら自分にも餌食わせてね。あとエナジードリンク、うん、とにかく打つ。打って打って打ちまくれ。いい動き出てきましたよ。そろそろ釣りしていきます。今度は合わせてきます。いよいよ実調開始です。ジェシーさんの顔つきがヘラシに変わりました。大きいあたりはね基本的に取らないです。一目盛り入るぐらいのあたりですね。魚が集まってきてるですね。そして突然竿が曲がりました。一枚マノは消し込んだ。立て続けに2枚目。子供の気持ちとか犬の気持ちとか、まあ、女性の気持ちも結構分かってるつもりだけど、魚の気持ちが一番分かるかもしれないね。
浮きの動きを読み瞬時に合わせるために集中しています。パーフェクト。ちっちゃい連続ヒッツ。子供釣りが始まると面白いほど釣れていきます。静まりたまえ。ちょめっちゃちっちゃいよ。デビューしようよ。ドギちゃんも今日からテスターだよ。そして僕もヘラブナ釣りをやらせてもらいます。突然板が抜けて水の中へ落ちそうになりました。片足は完全にやられました。ジェシーさんは僕のために今日のコンディションにベストな仕掛けをセットしてくれました。あとは釣るだけです。さあそれじゃあ始めます。ほらワクワクすっぞ。餌を落としてる段階なんでまだ釣りません。モコモコしてる。あー今潜った。面白いな。浮き見てるだけで面白い。いやね、さっきねドギー君が落ちてたね。いや面白いね。そういうのもね釣りの醍醐味なんだよね。当たりが来たなと思ったら今度はちょっと合わせたいと思います。果たして釣れるのでしょうか。うわ、合わせがなかなかつかめません。いや釣れんのかな。そしてその時は突然やってきました。おっ、さあ、聞いた。釣れました。心配していましたが、無事に1枚釣ることができました。落ちた甲斐があった。いやー、嬉しい。ジェシーさんはコンスタントに釣っています。さすがです。僕もコツをつかみ、だんだん釣れるようになっていきました。釣れました。ありがとう。うわーなんか楽しいな。とはいえ合わせるのは難しいですね。完璧の合わせだと思ったのにな。声がいいね。おっしゃ来た。フィッシュ。カモンベイベック。やだー。フィッシュ。ありがとうございます。この後も楽しい釣りは続きました。はい、今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。本当にヘラブナ釣り楽しかったです。土井君もね、はい、7枚ぐらい最初で7枚なんて上出来だよね。ああ、立派なヘラシだね。ありがとうございます。そこからやっぱりね、はい、あの下積み積んでもらって、はいはい、本物のあのバキュームヘラシにね、はい、なれるように、はい、まあ精進していただければいいんじゃないかなと思いますよ。はいはい、うん、じゃあ最後にジェシーさんにとってヘラブナとは。くっす臭い魚だね。あ、臭い。ありがとうございました。ありがとうございました。今回初めてジェシーさんにヘラブナ釣りを教えてもらい本当に楽しかったし興味が湧きました。また機会があったらぜひやってみたいです。最後にバサーもヘサーも釣りは釣り。バサーヘサーイエッサー。ドギでした。